スノーマン、目黒蓮、それスノ、ダンス企画、MVP、で視聴者不満。渡辺翔太は、何の間違いもない、フォロー。スノーマン、目黒蓮が、MVP、で視聴者から不満も、渡辺翔太がフォロー。一方、ダンス対決の結果を受けて、視聴者から疑問の声が噴出する場面も。最終的に、3チームは同率90点となったが、MVP に選ばれたメンバーがいるチームには、50点が加算されることに。そこで、TAKAHIRO が指名したのは、3代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE の人気曲、RYUSEI、14年のダンスに挑戦したスノーマン、目黒蓮だった。RYUSEI は目黒の他に藤原と井原も挑み、井原以外の2人が完コピに成功してポイントを獲得しました。ダンス披露後、TAKAHIRO は目黒の踊りについて、ランニングマンと呼ばれる振り付けが一つ足りなかった。ただ、見てる人が全員、パーフェクトだと思った。その空間を作れてるっていうのは実はすごいことで。そういうパフォーマンスをしてくれた。なので、この微妙な小さな間違いはセーフ。なので、完コピです、と解説。要は、ギリギリのラインで合格点を上げたというジャッジでした、どう？